こんにちは、トイラボです。今回は2025年5月25日に発売したホットウィール2パックについて開封していきたいと思います。フォードブロンコ R17、 フォード F150 ラプター。ランチア、ラリー、037、フィアット、131、アバルト。
フォルクスワーゲン、ジェッタ、マーク3、フォルクスワーゲン、IDR。いかがだったでしょうか。今回の2パックもなかなか良かったですね。全体的に印刷が細かく再現されていて満足度が高いです。1つ目のフォードの2台はベーシックカーだとあまりパッとしていませんでしたが、全面印刷とリアルライダーになると一気にかっこよくなりますね。2つ目ガルフカラーの2台は印刷が細かくてかっこいいですね。ただアバルトはタイヤが小さくて微妙です。3つ目のフォルクスワーゲンはブラックとブルーのカラーでかっこいいですね。2パックはプレミアムの再販品だったりしますが、再度手に入れる機会があるのはいいですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。